あっちのもんは何なんだろう。なんかこっちが昔からの入り口みたいな感じがありますけどね。あ、別格宝山なんだ。延長寺のウォーキングコースね。どう？合ってる？そりゃそうだよな。全然違うよな。サンブリッジ。ああ、そこからこうくるっと回ってね。はあ。で、ここが延長寺さんらしいです。はあ。よいしょ。これが延長寺の桜門。昔の寺の桜ですよね。桜。すごいね。ちょっとお参りさせてもらいましょうか。すごい。桜も。これもやっぱ重要文化財になってるんですけども、それはさ、すごいな。日の明るいうちに来れてよかった。この薬師如来なんですね。あ、観光案内所があるよ。もうあれですけどね、あのね、もう完全に忘れそうになってますけど、これあくまでも瑞穂の観光案内ですからね、今日は。で、瑞穂保津駅に書いてあったのがここなんだかなっていう。まったく保存感ゼロですけど。あ、鯉がいる。本当だ、結構立派な鯉いますね。菩薩様も奥にだいぶ歴史を感じさせる。菩薩様も見守ってますね、鯉を。でかい黒い鯉なんかもいるし、いっぱいいるね。あ、いっぱいいるわ、すごいわ。すごい。弁財天さん、はあ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 、すげえ。あ、これはまた別ね。あ、まずここで王道ね。はいはいはい。広いな。で、あ、こんなところにも、へえ、仙台記念錠剤ありますね。で、観音堂さんがここにあって、はあ、すごいですね、立派な。よいしょ。立派なお酒は。ここなんか今日はこのなんか口からつらんって入れるタイプ多いですね。あれかな、コロナ対策で増えてるのかな。で、こっちにはもうやっぱ三重県民はこれ見ないといけないでしょ。三重の塔じゃない、三重の塔ね。農協所、あ、御朱印、お寺さんも御朱印でやってんだね。あら、もう三重の塔ですよ。ああ、あれちょっとやはり三重県民やね、これは。じゃあ、意外とね。ああ、すごいですね、三重。立派ですね。ちょっと逆光であれだけど、立派な建物ですよ。すごいですね。次は34、4番目だ。2、で、次が太子府が、金もすごいですけどね。どこにあるの？その横、これか。こちらが、あ、これが聖徳太子像。あら、これは昔からある小座みたいですね。交通安全ね。そう、交通安全もね、よろしくお願いします。すごい、いろいろあるね。
ここ、ここで聖徳太子の観音菩薩像、あら、鯛抱いてる。聖徳太子だけに鯛を抱くみたいな、まさか そういうオチじゃないですよね。あなたは生きています。そうですね、いや、生かされていますね。人間が生きるための食生活に生かすことでできない魚、その魚もまた人間のと同じ命を生かされています。この世は生あるものは、いつかはこの世とお別れです。私たちが食事その生を終える魚たちを手厚く供養することは人間の務めであると悟り、いただいた命を生きることに、感謝の念を持ちたいものです。そうですね、世界一の、水産国日本におられる約2000万人の釣り愛好者、漁師関連業者におかれては日々魚の命の躍動に触れて、より、貧困の念に心を痛めておられることでしょう。こうした、つつましい生涯を終えて供養のため、山芝水明、日本の中心岐阜長良川沿いの東京、遠距離に像を奉納し、その儚い命の平和に幸あれと祈り感謝の念を奉ずるものです。はぁ、ほぉ、なるほど。そうですね、魚を食べてに生かされているわけでございます。あー、なおのことさっきあの魚屋さん食べてみたかったな。ね、そこに落ち着きましょうか。でも面白いですよね、魚を抱いている観音様って初めて見るの。完全に魚ですもんね。いや、ありがたい。聖徳太子様と、なかなか魚ってリンクするイメージがなかったですけど、こういうところあるんですね。あ、ここなんかもう昔ながらですよね。おお、低い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 、当たる当たる。いやいやいや、いろいろと素敵な建物ございましたね。で、ここもここで駐車場が広い、ね、ああ、で、観光案内所もあるんです。もう今の時間は閉まってるんですよね。あ、ろうそくとかもここで売ってるんだ。もう今閉まってますね。ということで、無事これで駅構内にある観光案内完全制覇できましたね。なんとかできたな。きつかったけど。取れるとあれですね、このシリーズは思ったよりもちょっと気合を入れて臨まないと、まあまあ多分他の駅でも遠いところ行かされますね。これということで、朝一から回れる時にね、でなるべく土曜日にやりたいな、日曜日休んで出ないとこれ足が持たないわ。ということでね、どうなんでしょう、まあ人気が出るかどうかはね置いといてね、まあだいぶね、いろんなありがたいところでも本当にね回らせてもらいましたんでね、ね、うちの力に伸ばすんではなくて、伸ばさせていただくというね、精神でですね、そう、この素敵なね、自社物価作とかね、周りにあったお店とか、50円の自販機とかね、ああいったね、素敵な、ね、ところから紹介させていただけることでね、うちのチャンネルの、登録者も増やさせていただけるということでね、悟りを開いたようなところで、ひとまず、このシリーズはとりあえず完結ということで、ありがとうございました。ということで、とりあえずこれぐらいで一回とりあえず締めます。こっから帰るまでもね、当然撮りますからね、そんな無駄にはしませんよ。こっからどう帰るかっていうのもね、まあお楽しみにいただければと思います。ということで、ひとまずこの動画で、ね、これぐらいで、締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、青空青空。